船木正勝です。今回も質問フォームになります。はじめまして。船木さんより少し年下ですが、ほぼ同世代の男性です。船木さんの YouTube 動画を音声で毎日仕事の往復時に聞いて癒されています。ありがとうございます。質問です。格闘家は頭部への衝撃を受けることが多く、最近慢性外傷性脳症 CTE という病状が問題になっています。プロレスラーですとペガサスキッドが CTE であったと言われているようです。プロレスラー格闘家は自らの肉体を犠牲にして人々に感動を与えてくれますが、それと引き換えにその後の人生に影響するようなダメージを負ってしまうのはやるせない気がします。このような現実に船木さんはどのようにお考えでしょうか。難しい問題かと思いますが、よろしくお願い申し上げます。という質問ですね。CTE、慢性外傷性脳症ですね。CTE、頭部への衝撃から生じる脳震盪などの脳への反復する障害が原因となり、脳変性っていうんですかね。脳変性による、認知症に似た症状を持つ進行性の脳症をきたす神経変性疾患という複雑な病気ですね。ボクシング、パンチですね。それからプロレス、まあ頭、受け身。アメリカンフットボール、アイスホッケー、それサッカーもなる場合があると。まあ主にコンタクトスポーツに多い。まあ、頭を打つ。で、脳にその障害が残るという、その難しい、病気ですね。ちょっと、どう思いますかと、まあ、いう質問なんですけども、やっぱりその、まあ、前にも言ったんですけども、ある種ですね、障害というか、まあ、その、まあ、激しい、まあ、スポーツとかその格闘技ですね、は、こうなるのは、ある意味、まあ仕方がない、と思ってます。やっぱり真剣にそれをこう、まあ競い合ったりとかですね、やり合った中で、その起こる事故ですから、まあボクシングなんかもその顔面ですね、を殴り合う、そのスポーツなので、まあなる確率が一番高いかなと。プロレスもやっぱり受け身ありますし、あとそのアメリカフットボールとかもやっぱ衝撃が あって、やっぱ防具つけてるんですけども、かなりの衝撃があって、結構その頭の脳にですね、ダメージをかなり負うスポーツだというふうに聞きました。まあ、難しい問題なんですけども、難しい問題を考えるときはですね、自分はまあ、ドライに、単純にですね、考えるようにしてます。あえてですね。で、技を、まあ、格闘技は、まだその技を、かわす、もう技術もありの、競技なんですけども、プロレスの場合はですね、相手の技をですね、受け合う。お互いにその技を受け合う。正直、技を受ければ受けるほど、体は壊れてきます。ダメージが蓄積します。それは頭も一緒ですね。これ事実ですね。まあ、受け身って言いますけども、まあ、プロレスの受け身は、まあ、なんて言うんですかね。まあ、衝突と、まあ、その落下ですね。の技が多いので、その衝突の時、あとはその落下す、地面にその落下する瞬間ですね。ぐわっとその体に力を入れて、それで、まあ、吹っ飛んで、で、落ちるときに、ぐっとその力を入れて、で、頭をできるだけその床に打たないようにして、まあ、それが、受け身なんですけども、やっぱりですね、頭打ちますね。打ちます。で、回数が多ければ多いほどダメージは蓄積していると思います。正直体にですね、ものすごく良くない、仕事だと思います、プロレス。自らの肉体を犠牲にして人々に感動を与えてくれますが、それと引き換えにその後の人生に影響するようなダメージを負ってしまうのはやるせないですね。
まあ、であれば、まあ、その後の人生をですね、楽に、その生きていける、くらいのですね、報酬、対価がですね、その、現役中に、まあ、得られれば、と思ってしまいます。昔に比べてですね、今の時代、その、プロレスの対価、報酬がですね、随分、落ちたなと思います。でその割に、昔よりもですね、技がですね、まあ、その衝突と落下系の技がですね、すごく多くなってますので、体を壊す確率はものすごく高くなりました。です、なんですけども、それの割には、その報酬、対価ですね、がかなり下がったなと思いますね。あとは、まあ、それが原因かどうかわかんないんですけども、プロレスラーになる、なり手、なり手目指す若い人もかなり減ったなと。まあ、大きいメジャーの団体でも何人かその選手、デビューしてますけども、昔ほど多くなくなってきたなというふうに感じます。まあ、昔々なんですけども、まあ、昔はですね、報酬も良かったと思います。まあ、それだけやっぱり人気がありましたので、まあ、やっぱりそのテレビ、そして、新聞雑誌がですね、その情報発信のその前世でしたので、まあ、そこにそのプロレス、まあ、新日本、全日本乗っかっていましたので、普通にテレビをつけるだけで、まあ、全国にコマーシャル、できていたと。まあ、新聞とかでも、まあ、自分もそうなんですけども、やっぱりその、スポーツ新聞の表紙にですね、名前がバーンと乗りますので、まあ嫌でもその駅歩いてるとこ目についたりとかするんですね。それで結構自分も名前知られたなと思いました。で、やっぱその人気があるということ、人気があるところにはやっぱり前も何か言ったように人気があるところにはそのお金もですね、たくさん人が集まって、それでお金もたくさん集まっていく。まあスポンサーもたくさんつきますので、まあそれがやっぱりその人気商売だと思うんですけど、やっぱスポーツもですね、全部すべてひっくるめて、見せ物、ショービジネスは、やっぱりその、お金ですね。その報酬が一番重要だなと思います。やっぱりその、長くできるようなですね、まあ、プロレスは長くやってますけども、長くそのできる、一瞬しか輝くことができないのが、やっぱりその、体を使ったパフォーマンスだと思いますので、できるだけ高い報酬がもらえたらですね、一番嬉しいなと思いますね。それこそ今のメジャーリーガーのですね、大谷翔平さんなんかは、年俸とかでもすごい額がですね、その、来てますので、もう全然その、心配することなくですね、その、野球をやれてるなと。まあ、それも大谷さんだから、みんながみんなそうじゃないですからね。まあ、大谷さんだからだと思いますね。まあ、特別な人間ということで。では、プロレスに戻るんですけども、今はですね、まずその、人気が落ちてる。集客がですね、かなり困難になりました。後楽園ホールを前にすることもですね、なかなか難しい時代です。昔ほどのですね、まあ、人気がなくなって、てしまったのは事実だと思うんですけど、その割に試合はですね、昔以上に体に負担が来る試合ハードになりました。まあ昔を知ってるまあ自分ですね、もう三十何年やってるんですけども、まあ今若い選手の試合見てここまでやんなきゃいけないのかなと思うぐらい見ていて辛くなるですね場面もあります。プロレスはですね、お互いにその技を受け合う見せ物。なので、まあ、頭に当たる技とかですね、落下する、落下の時もその頭当たるので、まあ、十分気をつけてもらいたいです。かける方も、かけられる方もですね。で、まあ、さっきも言ったんですけども、テレビ、新聞、雑誌が全盛だった昔のように、今はもう世間一般の知名度はですね、作ることはなかなか難しいと思います。思うんですけども、まあ、いい選手、人気のある選手は、まあ、その団体団体で結構いますので、やり方次第では一般に知名度を知らしめることが、できるのかもしれないです。ただ、なかなかそのアイデアが浮かばないですね。でも、そうならない限りは、その、
プロレスの対価はですね、上がらない、これ以上上がらないと思います。やっぱり人気商売、人気第一ですね。となれば、今はですね、プロレスだと WWE が、理想かなと。世界的の知名度と報酬、対価も大きいです。ただ、誰もがですね、WWE に行けるわけではありません。あとはその WWE の人気もですね、いつまでも続くものではないと思いますね。ので人気商売、ヒットをし続けることは本当に難しい、簡単なことではないと思いますね。ショービジネスの永遠のテーマだと思います。すべてですね、対価、報酬、対価、それに見合った報酬、対価、それがちゃんとみんながみんな得られるような、世界、時代になればなと思いますね。頑張れ、プロレス。以上です。今回は人生に影響する頭部へのプロレスダメージです。ご視聴ありがとうございました。